ここレッドボックスっていうところなんですけど、そのミュージックアートフラワーを組んだ当初よくここにも出させていただいてて、高校生とかのねお客さんも結構多くて、対バンとかもいて、でそのアンケートにその私はバンドをやっていますっていう女の子がいて、それでその子のなんか相談をこうちょっと乗って話を聞いてると、あなんかこう本当は言いたいんだけど言えないなみたいな、これ言っちゃうとはみ出されちゃうみたいなとかが見え隠れするんですよね。だなるほどですねとか思いながら、僕はあんまりそういう風な立場になったことないんで、大概なぜってもはみ出されてるからまあまあまあ、そういうそういうのをなんか悲しいそうなんか見てると、なんかこう場所が欲しいんかなと思って、でまあ僕とかそんな場所作れるタイプでもないですし、話を聞けるタイプでもないですからね、まあまあそれでまあせめてこう曲とかでなんかこう歌えたらいいなと思って作ったのが君の居場所という曲です。うまくまとめれた、100点よし、聴いてください君の居場所。声、それとも私の
聞こえる終奏まで、いつも歌合ってるよ。迷子になった君が君を見失わ。ありがとうございます。